お疲れ様です。21年11月2日でございます。さあ今日はですね、バイクの話番外編ということでお話しさせてください。ご覧の通りですね、今日久しぶりに出勤してまいりまして、せっかく出勤したので解禁された飲食店ですね、こちらにですねちょっとお邪魔してまいりました。そしてですね、バイク買っちゃったんですよ、聞いてくださいよマスターみたいな話でですね、バイク買った話しちゃったんですよ。そしたらですね、隣にいた人、初めて会った人なんですけど、70代ぐらいの人なんですけど、早速声かけてもらってですね、今度ツーリング行こうって話になって、マジっすかと、いいんですか、俺ド素人ですよ、いや俺だってジジイだから行こうよみたいな感じになってですね、シニアの方とツーリング行くことが早くも決定したと。いやバイクすげえと、そこでですねちょっと気持ちよくなっちゃって2軒目行っちゃったんですよ。2軒目も馴染みの店行ってですね、そこのマスターもバイク乗りなんでバイクの話してたら、またですね隣にいた人もバイカーらしくてですね、そこでまた仲良くなってですね、いやバイク談義で盛り上がったと。改めてですね、自分バイクに興味持ててよかったなっていうふうに思いました。本当にバイクって底知れぬ魅力があるなっていうのをですね、改めて実感した夜でした。今日は以上です。ありがとうございました。さよなら。